この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエ、そして旅人。こいつもうマハールッカデバータみたいに全知全能になってるのか。いえ、彼からマハールッカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのは、この瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか。完全に神になった残氷。残氷はすでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ウェル！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのが、これで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無境の力、一体いつから始まっていた。君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる
これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。For a demon, that's a prophecy.